ジョン・ホーキンスは、イングランドの海賊、死略戦船,船長、奴隷商人、海軍帝督。1532年イングランドのプリマスで生まれる。アルマダの海戦の指揮官、フランシス・ドレークのいとこであり、ホーキンスもアルマダの海戦で活躍した。スペイン語に堪能で。 スペインの捕虜になった部下を救おうとした際、当時のイギリス女王のエリザベス暗殺計画を察知し、一世一代の大芝居を打った。スペイン国王フェリペ2世の信任があった、フェリアコープ人のお気に入りだったスペイン捕虜で特別に、イギリスに帰国を許された、ジョージ・フィッツ・ウィリアムを利用した。1571年、フェリペ2世の信任をついに勝ち取り、 同年9月に暗殺計画の関係者をセシルにより、一網打尽にした。その際、スペイン大使も追放になったが、ホーキンスの友情に感謝しながら去っていった。フェリペ2世ですら、騙されたことに気づかなかったという。ジョン・ホーキンスは、奴隷貿易への投資のため、富裕商人のシンジケートを組織した。1562年。 彼は3隻の船でシエラレオネを経由し、カリブ海に向かった。彼らは、ポルトガルの奴隷船を乗っ取り、カリブ海諸国で301人の奴隷を売買した。スペイン当局に2隻の船は捕らえられたが、彼は、サントドミンゴで奴隷を売り、ロンドンの投資家に払う利益を得た。このことが原因で、スペインは、すべての英国船に対して、 西インド諸島で貿易を行うことを禁じた。1563年、彼が最初にアフリカからカリブ海諸国と南アメリカに奴隷を運んだ。二度目の航海は成功だった。1564年、女王エリザベス一世はホーキンスと提携し、700トンの巨大キャラック1ジーザス・オブ・リューベック号を提供した。 ホーキンスは3隻の小型船と共に、1回目よりも、長期間でより、遠くまでの航海を開始した。ホーキンスは、海賊行為を働きながら、バルブラタに向かった。バルブラタに到着するまでに、彼は400人ほどの奴隷を捕まえていた。バルプラタの後、リオデラハチャに向かった。スペイン当局者は、税をかけてホーキンスが奴隷を売ることを妨害しようと、した。 ホーキンスは税の支払いを拒み、町を燃やすぞと脅した。奴隷を売却した後、彼は休息のため、フロリダのフランス人植民地に向かった。1566年9月、イングランドに帰還した。遠征は成功し、彼に投資した人たちは60%の利益を得た。1567年にホーキンスは3度目の航海を開始した。彼は、 ポルトガルの奴隷戦、マドレデデウス号で、彼は、新しい複王マルティン・エンリケスであるマンサを、植民地に運んでいる強大なスペイン軍に遭遇した。サンフアンデ・ウルワの戦いが勃発し、二隻のみが、破壊から免れた。イングランドへの帰路の航海は、惨めなものであり、後のアルマダの海戦までに、いとこのドレークと共に雪辱を期すことになる。フランシス・ドレークと共に出た。 最後の後悔は目的を達成できず、プエルトリコ島のサンファンにて、赤リのために死亡した。サンタクルスにおいて、血統騒ぎが起こった際、その一人、エドワード・ダッドリーを止めようとして小ゼリアイになった。その際、司令官に逆らった罪として、死罪を言い渡した後、銃口を下げて、裁きは終わった。君は自由だという言葉で無条件で許した。 フランシス・ドレークもその光景を見ていた。ありがとうございます。